寝坊常習犯のデルタには、ぴったりのものが出来上がったみたいね。デゾレユーは朝が弱いのですか？朝に強いやつなんて都市伝説だろ。キャスだって時々寝ぼけてることあるし。ね、寝ぼけることはあっても、寝坊はしたことないわ。はあ。まあ。お二人とも規則正しい生活とは無縁なので、朝が弱いのは仕方がないのかもしれませんね。ですが、この時計を使いさえすれば、どんなに朝が弱くても確実に目覚めるのを保証しますよ。おい、キャス、なんだか俺、すげえ嫌な予感がしてきたぞ。奇遇ね。私もよ。あれだろ、アラームが鳴って数秒以内に止めないと、大爆発するとかいう仕掛けとかあるんだろ。なぜそう思ったのかはわかりませんが、爆発などしませんよ。ただ、小鳥のさえずりで起こしてくれる、普通の目覚まし時計です。なんだ、本当にただの目覚まし時計なのか、警戒して損したぜ。本当ね、でも、小鳥のさえずりなんかで、朝の弱い人でも本当に起きられるのかしら。逆に寝ちまいそうだよな。その点も、ちゃんと考えてあります。音量調節が可能となっており、さえずりを大音量で流すことも可能なのです。だい。わは。いくら大音量とは言っても、所詮は小鳥のさえずりだろ。そんなんじゃ、どんだけで力かったとしても絶対起きられっこねえって。そんなことはありません。本当に大きな音で鳴るので、どんな人間でも確実に起きられます。本当か。じゃあ、どの程度か試してみようぜ。チオ、デルタ、それはやめておいた方が。構いませんよ。ですが、私は少々トラウマがありますので、耳を押さえさせていただきます。小鳥のさえずりにトラウマって、何があったんだよ。嫌な予感がどんどん強くなってくるわ。私、耳を押さえとこつと。つたぐ大げさだな。それじゃアラームの鳴る時間を、今の時間に合わせて、と、って。もう1分ほど進めてください。そうすれば、すぐに音が。く、耳を押さえていてもビリビリと伝わってきましたね。想像以上ね。しっかり耳を押さえてたはずなのに、耳がキンキンしちゃってるわ。ですが、お分かりいただけたでしょう。これが目覚まし時計としても、ちゃんと使えるということが。大きくしすぎて気絶しちゃったら意味がないんじゃないかしら。